で今日やる話ですが、前回の続きで先物について学んでいきます。で前回何を学んだかというと、受け渡し日時点 t を考えましょうと、時点 t を考えると、そしてその時にその時の金の現物価格ですね。まあその金を出店さんなり 飽食屋さんなり行って売買するとの価格その時の価格と先物価格つまりその日交渉してその日すぐに東京の倉庫で金とお金を交換するとその時の価格この関係どんな関係がありましたかというのをやりました。 で、そこで学んだのは、その二つが等しくなるという話でしたね。この価格はイコールになりますよと。なぜかと。で、もしもどちらか安い方があれば、それを買って、反対側のもう一個の市場で売ればいいというわけですよね。例えば、こんな状況が成立,し成立したとしましょう。これは不等号ですね。あの 山じゃなくて太郎とでこんな時には先物市場で金を買います安い方ですねそして東京の倉庫で約束通り金を受け取ってそれを即座に宝飾屋さんなり質屋さんなり行って売るとより高く売るとこれで儲かりますよねだからこんな時には先物買いが殺到して値段が上がっていって現物売りが殺到して値段が下がっていくとでイコールになるよと。 逆に不等号がこういう向きだったらこんな時には安い金を買って宝飾屋さん行って金を買うんですね。で得たと同時に先物を売りをしますそして現物仕様で質屋さん金屋さんで獲得した金を東京の倉庫に持ってって約束通りより高く相手のお金と交換すると。 でこれで儲かりますので金の質屋さんの値段が上がって先物の値段が下がってでイコールになるよというのが前回やった話でしただから受け渡し日においてはイコールですよという話でしたねそれが前回最初にやったことですそして他に学んだのが ある時点ゼロで先物を買い立てましょうつまり契約するのは時点ゼロなんですが契約内容はこの時点 t でいくらのお金と金を交換するかという契約ですねでそれで H 単位まず買う約束をしたとしましょうで売る場合にはこれをマイナスにしましょうそして えー、満期日でもいいですし満期日より前でもいいですし、まあ、どっかの時点で手締まいしましょうで買い立てた場合にはここで同じ量を売っておしまいですねまた売り立てた場合も同じ量を買っておしまいとそうした時に生まれるキャッシュローはどうなるかというとこの式で書けますよとでまず買い立てた時の価格がこの時点で最初に約束した時の 価格そして手じまいの時の価格をここに入れてそしてここで買い立てた量をこの中に入れれば生まれるキャッシュルローが、えー、分かりますよと計算できますよというのをやりましたね。ですからこのケースの場合には例えば安く買ってより高く売ったら。 その差額分かける最初に安く買った量ですねその分だけ儲かるというわけですね逆に安く買ってごめんなさい、えー、ある価格で買って F0 で買ってより安く売っちゃったらその損した分かける最初に買った量だけ損するよという話でしたで今日じゃあ何を学ぶかというと まず最初に学ぶのはこの時点 t での先物価格と現物価格の関係まあこれはイコールになるって話でしたがこれではなくてそれよりも受け渡し前時点のまあここでは仮に時点0としてこの時点での先物価格と 金の原物価格あ、まあ、金である必要ないないですが原資産の原物価格はどういう関係にあるでしょうかというのを学びましょう。で大事なのはここでの原物価格はその場ですぐに金と現金お金を交換できるんですね金が原資産の場合一方ここでは交換は時点 t なんですね。だから時点、t、で いくらのお金と金を交換するかの交渉を今するんですねそれがここですですからまあ今日ですと4月16日ですよねで受け渡し日が4月30ですよとだから今日金屋さんに行っていくらで金を買えるか4月16日にいくらで買えるかっていう値段と今日契約するんだけど4月30日にいくらで 金とお金を交換するかという。それが先物の,の値段ですよね。この2つの間にどんな関係があるのかというのを学びましょう。ですから、まあ日々報道されているのは、えー、先物価格でこれです。これなんですね。例えば、ニューヨークの原油、先物市場の現在の値段はいくらですよと。とようにしてこれ報道されてますよね。ですから、まあそれはその時の。 受受けけ渡渡しししののの値値段段じゃなくててより先交渉してんでですねですからまあ厳密に言うならあれはどの時点で受け渡しする原油の先物って言わなきゃいけないんでしょうが、まあ、ですが実質的に大事なのはこの2つが後で見るように連動するので、まあ、これが先物価格上がってるってことはこれが上がってるってことは将来の受け渡しの値段が上がってるってことは今の値段が上がってるってことでもあるんですけども。 まあその辺の関係のことをやっていきましょう。でそして実際の先物取引においては受け渡し日前にお金が出入りします。で理想的なのはここでは契約だけでここで初めてお金の受け渡しというのが、まあ、理想的な先物取引ですね。まあ、つまり今はお金いらないですよと。 将来になって初めてお金の出入りが発生しますよというのが理想的な、まあ、理想的それがいいかどうかともかくまあシンプルな先物取引ですね。ですが実際にはこの前の時点で、まあ、手仕まいしたら当然そこで発生するんだけども手仕まいさえしなくてもところどころでお金が発生するんですね先物の,の契約してるだけでその話現実の話をしていきましょう。 だから実際には今お金が少なくてもお金があまりなくてもほとんどなくてもギャンブルできますよって話しましたが実際にはちょっといるんですねそのところどころでお金が入ったり出たりするんでねこうまあその話ただ実際にさ、えー、現物を取引するよりはずっと少ないお金で済むんですけどもねという話をしていきましょうでまず最初にやるのは受け渡し日前の現物価格と 先物価格この2つにどんな関係があるんだろうかと今日金をいくらで手に入れられるかというのと4月30日にいくらで金を手,手に入れられるのかというただしその値段を決めるのは今ですね今の値段と。であですからあれですね前回見せた日経新聞の金の値段やりましたよねえ先物の新聞紙のスキャンしましたが。 それは4月30日に受け渡す契約は今いくらですかとまた6月末だったら今いくらですか8月末だったらいくらですかっていう将来の異なる時点の受け渡し日ごとの今の交渉する値段を決めてんですね。ということで、まあ、受け渡しは今じゃないんだけども今値段は決まるよという話です。その値段と今の現物の価格どういう関係がありますかという話です。 でまずですねですから受け渡し日前まあこれ時点ゼロとしときますがの現物価格と先物価格の関係はどうでしょうかとでこの関係を求めるにはいくつかの過程を設ける必要がありますで話をシンプルにするために今の1円と時点 T 受け渡し日の1たす R 円が 交換可能としましょう。まあつまり貸し借り可能ってことですね。貸す場合も一円渡したら一足す r 円を受け取るし、借りる場合には今一円受け取ったら一足す r 円を払いますよと。交換可能というのは貸し借り可能ということですね。だからこの絵で言えばここの一円といくらが等価かと。それは 1> 1円につき 1+r ですよとこれが等価かということですねそういう設定を考えます、まあ、実際には借りる時と貸す時でこの利率が違ったりするわけですが、まあ、話をシンプルにするために同じとしましょうそして原資産 例えば金の場合金を持っていること自体で便もも費用も発生ししないとしましょう、まあ例えば、えー、金を持っているとまあそれだけで、まあ、安心した気分になれるとかまあそういう便宜あるかもしれません。またそれがあれば例えば急に、えー、社会不安とか戦争になったとしてもそれを持って逃げればまあ 財産ととして使えるよ必要な時にはそれを売ってお米に変えられるよとかねただ先物で将来を、えー、金を受ける約束しててもその契約自体をお米に変えることできませんよねという意味でまあ便宜あるかもしれませんが、まあ、それはないとしましょうでまた費用ですね例えば金実際持ってたらそのまま 金の延べ棒を家に置いとくわけにはいかなくて、えー、貸金庫に預けたり、金庫にしまったりしなきゃいけませんよね。手間かかりますよね。ガードも酔っわなきゃいけないかもしれないと。まあ、ただそういうのはなしにしましょう。まあ、両方とも便宜も費用もないとしましょう。で、まあ、より、えー、分かりやすいのは、まあ、例えば、米とかは、倉庫入れとかなきゃ劣化しちゃいますよね。また、家畜の先物。 だっったたららら家畜現物持ていいいいやななとけでですすよね費用高いですよ、ね、まあそんな感じでまあ実際にあるんだけどもその原資産によって異なる便益や費用があるんだけれどもまあそれはなしとしましょうで先物契約はあと受け渡し便のみキャッシュローを生むとしましょうかこれも話をシンプルにするためにねまあ今日の授業の考案だとその前の時点で 日々お金の出入りがあるんですよって話するんだけどもまあちょっとここで話をシンプルにするために受け渡し日にのみキャッシュローが発生するとしましょう。で他の過程として原資産の空売りが手数料なしで可能と例えば金をですね金を借りて売ると今時点ゼロでそして えー、貸してくれた人にに、まあ、借りる時に言うんですねあの受け渡し日になったら返しますよちょっと貸してくださいとそんで借りて打ってで受け渡し日になったら買い戻して返すとでこれがまあ手数料なしとしましょうか、まあ、実際にはまあ金貸すの手数料取られるでしょうがまあなしとしましょう でまた、えー、現物取引先物取取引引先、えー、売買手数料はかかんないとしましまょう、まあ、これも当然実際かかるけれどもまあちょっと話をとにかくシンプルにしましょうそして最後売買益も利子収益も非課税としましょうでまあ利益上がっても非課税だしまあ実際には金を倉庫で受け渡しするきに消費税が発生するらしいですけれどもまあそういうのも全部なしにしましょうか でそんな設定の下もとで先物価格4月30日に受け渡しする約束とその今日決まってる値段ですね4月16日に決まる値段と4月16日に金を売買する値段この間には理論上はどういう関係が成立するでしょうかというのを、えー、求めるとこういう関係が出てきます。 例えばですね、これ、えー、まあ話をシンプルに1.1倍としましょうか。リリース1割で。そしたら、今の現物価格の1割増しなんですね、先物価格は。だから、F0 と S0 単純に比べるとこうなりますよ。まあ、こういう関係になるよと。ただ、不等号が成り立っていればどうでもいいわけじゃなくて、ちゃんとちょうど1.1倍になると。現物価格の1.1倍すると、先物価格になるよと。 いうのがセールします。ということはですね、まあこれ今の金の値段が上がったら先物の,の値段も上がるんですね。また今の金の値段下がってたら先物も下がると。いうことで例えばさっきのねニューヨークの原油先物市場だったら。 今原油の先物の,の値段が上がってますよって言ったらそれは同時に今の原油の値段が上がっているということなんですね。だから上がり下がりに直も、えー、着目すればちゃんと現在の原油まあ、あるいはそれから作ったガソリンの値段の上下を表しているんですねこの先物市場の上下はという関係にあるということになります。だからこの2つは連動するってことですよね。 じゃあなんでそれが成立するかというう話をししていきましょうで、えー、前回やったのは満期日日受け渡し日になるととイコールでしてよとなぜならこれがイコールが成立しなかったら最低取引必ず儲かる取引に人が殺到してイコールになるまでその行動が終わらないからという話しましたね。でそれと同じことが満期日前の時点ゼロでも受け渡し日前の時点ゼロでも成立するんですね。 じゃあ仮にこれが成立したらどうなるだろうと先物が例えばこれ1割1.1倍だとしても1.1倍以上に先物価格の方が高くなっちゃった現物価格よりもとそんなことが起き,たら起きたら何が起こるでしょうかというのを説明していきますね。でそんなのは先物ごめんなさいそんな時には最低取引が殺到してあっという間にイコールになるよという話をしていくわけですけれどもまあそれは、えー、受け渡し日の 最低と同じね。じゃ、あこれ、やってみましょうか。仮に。あ、ですからね、こういう時。最低、どういう行動が最低になるかというと。まあ、この。現物にかかる。こうの方が、まあ。右辺の方が。先物にかかる。左辺よりも。こっちらが安いんですよね。なら、もう、単純です。安い方を買って、こっち買って。 s ロで現物買って先物売りはいいということですね。それで儲かるよという話をしていきましょう。で、まずですね、こんな関係が成立したら何が起こるでしょうかと。で、この人はですね、今言ったみたいに金を買うんですね。s ロで買うと。で、そのためにどうするかというと、まずお金がないから s ロに借金しましょう。購入代金借りましょう。 でそれを図で表しているのが購入代金銀行で S0 円を借りますであこれまた同じねこっちが貨幣ですねこっちら貨幣でこっちが金ゴールドでこっちだこっちが今4月13日こっちが4月30日ですね声かけ を表した図ですで今金を買うために s ゼロ円借りましょう借りてそうするともう銀行の貸し借りこの一期間でゼロから時点 T まで一たつ R これだけ利子がかかるんでしたよねだからそれを借りた額にかけたものを返さなきゃいけませんよねということでもうこの時点で この銀行の貸し借りこの契約確定しますよねで4月30日にいくら返さなきゃいけないから決まるとさてそうしたそうして獲得したお金で金の現物を買いましょうまあここではね、えー、1ム買いましょうか1ム買って金を獲得して代金として S0 円を払いましょうこれが現物取引ですねこの S0 円と1ムを 交換するとでこれによってお金はプラマイゼロになりましたよねもう借りたお金を即座に金の支払いに使っちゃうのでゼロになっちゃったよとあるいはちょうど払うのに必要な分ぴったりを借りたのでまあゼロになったと言ってもいいしそれを書いたのが借りた S 円で現物の金を購入しましょう。 でこの購入した金はままで保管しましょうか。今だから現物が安いんですよね安いから金を買っておいてでもこれを4月30日まで待っとけば高く売れるんですよね今4月30日いくらで売るかを契約できるわけですからだからこれを獲得しといてでまあこれはあの金庫に預けようか渡して。 で、結構から出そう。4月30日ね。で、これ、いくらで売るかっていうと、ここでもしも、ここ、先物使わないで、4月30日の現物価格で買おうとしたら、それはギャンブルになるわけね。これ上がるか下がるか分かんないから。でも、時点 t で、この金庫に保管した金を、いくらの現金と変えられるかっていうのは、今、契約できますよね。それがまさに、 今契約する値段が F0 ですからね。でそれは高いんですよね。理論価格よりもね。だから時点 T にゴールドを売る価格を確定するためもう先に契約できるんですよ。約束をできるわけですね。だから今先物仕様で F0 円で売っちゃおう。まあ実際には渡すわけじゃなくてね契約するだけだけどもで今契約,契約するのみで。 受け出しは時点 T ですよとでその結果どうなるか時点 T になったら約束通り金庫から取り出した金を東京の倉庫に持ってって売却代金 F0 円を受け取りましょうこれはもう今日決まってるんですよねあ,あごめんこれ4月16ですね今日は16とで ここで約束通り倉庫から、えー、金庫から取り出した金を倉庫持ってって渡して代わりに代金を受け取りましょう。この代金は4月16日今日の時点で決まってますよね。ということでもう4月16の時点でもう4月30に何が起こるかってもう全部確定しちゃいますよね不確実。不確実性なしですね。ここでその時まで待って現物価格で売ろうってなったらそれは不確実性あるんだけども。 もう4月30日にいくらで交換できるかっていうのは予約できるわけですからもう売っちゃうわけですね売り予約しとくんですね。そうしたら何が起こるかっていうと差し引きでこの額が起こりますよと。でこれなんだと思うかもしれませんがこれは左辺でしたよねさっきの。でこの部分右辺でしたよね。 で右辺と左辺に比べてどっちが大きいかっていったらこっちの方が大きかったんですよねサインの方が大きかっただから引いた後でもプラスになるよとまあこう書いてもいいしねこう書いてもいいし単純にこれを移行するとえー、あごめんなさいこっちの方がいいなえー、これを 移行すると F0-S01 たす R これはまさに4月30日のキャッシュフローでしたねこれどうなるかというとプラスでしたよねこれ変形しただけですからねということでたった1ムやるだけで儲けることができますよとというのが出ましたね あでごめんなさい、えー、これもやっといた方がいいなまあこれ先物契約した後あと借金返すんですねまあこれも最後に返しますよという話ですねまあこれは最初に契約した時点で確定してますよねですからまあこう持ってった金を倉庫から取り出した金をごめんなさい、えー、金庫から取り出した金を倉庫持ってって売って代金を受け取ってでその中から 借金の返済に当てるんですねそれでも手元にお金が残りますよってことですね。ということでこれで儲けることができましたとそれがここのところですねこれがここですよとで前回やったみたいな書き方をするんだったらこのように書きますよねあ,あごめんなさいえー、っと このように書けますよと。とで、ここで先物の,の f 0での買い立て量を書くんですね。h ですね。で、今回売り立てたんでマイナスですよね。で書くとでここの中が1単位あたりの最低によって生まれるキャッシュローですね。で、このこっち側に買い立てた時まあ、今回でも売り立てだけども、学校を書いてこっちでまある意味手じい的なことをした時の値段を書くと。いう風に書けます。 でこれを、えー、同じことをじゃあ逆向きだった場合にはどうなるかというのをやってみましょうかあでごめんなさいさっき結局ですね結局これが起こったらさっきみたいに最低できますよねとで金屋さんにみんな買いが殺到して S0 は上がって先物の,の売りが殺到して F0 は下がるからイコールになるよとイコールになるまで最低は終わらないよという話でしたね さて次今度はこっち行こうで今度はこのケースの場合には相変わらず、えー、低い方安い方で買って高い方が売りゃいいんですねで先物買いをして現物を利用することによって儲けられますよというのをやりましょうかでじゃ理由2のところですね不等号今何するかっていうと 現物が現物が高いんですよねと言ってもいいしまあ理論価格よりも先物価格が安いと言ってもいいですねだから高い方を売りましょう高い方を売るとただまあ金持ってないので借りるしかないですね借りて高い金を売りましょうこれは今の金屋さんの値段ですから売れますよねでそれを絵で描いたのがここですね 金を借りて即座に質屋さんで売りますよとで代わりに売却代金が入りますでまあ借りたんでこれ返さなきゃダメですよね時点1で返すと誰もう1渡さなきゃいけないのは確定ですねそんでこうやって売って金を借りて売って得たお金どうするかっていうと持ってても知らないんで 預けましょう銀行に預けましょうだから銀行にこの売却代金渡しましょうということで売った代金は即座に渡すので、まあ、手元の金は今期は増えませんよとそしてこうやって渡したお金を銀行でいくら代金を受け取るかっていうと貸した額に1.1倍とかねかけるわけですよね利子がついてそれだけ返ってきますよと と同時に今この人は金借りて売りましたよねだから返すためにここで絶対買わなきゃいけないんですよまあ現物なり先物なり買うことできますがもしもここで返すための金をその時まで待って4月30日まで待って現物で買っちゃったらそしたらこれ上がってるかもしれない下がってるかもしれないし分かんないですよね4月30日の金の値段。 たらそれやるとギャンブルになっちゃうのね。だけども、先物市場を使えば、今4月30日、いくらで金を入手できるかっていうのは分かりますよね。先物の,の値段なんで。だからもう契約しときましょう。予約しとくんですね。予約で買っとくと。で、じゃあ予約するときに、1体の金を手に入れていくら払わなきゃいけないかっていうと、もうそれ今分かってるんですね。F0。 1> に1単位をこ,うかけるとこれを渡さなきゃいけないと。いうことでもう今日先物契約したらもうこれ確定するんですね。ってことでもう全て確定しましたよね。じゃあどうどれだけのお金が代金残るかというとこれですよね。どうするかというと、えー、どうなるかというとさっき金を売って。 でお金預けて返してもらったお金を使って東京の倉庫を持ってって東京の倉庫で約束通りお金払って金を受け取るんですよねで返すとですがここ銀行から返してもらったお金の一部だけを払えばいいんですねなぜならさっきの不統合が成立するからですねでこれを変形するとええー、ごめんなさいこういった方がいいな これれを変形すすばいいんですね。そうすると満期のキャッシュフローは、えー、受け渡し日4月30日のキャッシュフローはこうでしたよね。ここれれがまさにこれですよねで。これどうなってたかっていうと今どういう条件だったかっていうとこれがこうですからこうですよね。ってことで儲かりますよと。 い,いわけですねそれを言葉で書いたのがこれで、えー、もう一度復習でもう一回やるとちょっとなかなか一回でピンとくるか分かりませんが何回もよく考えてみてくださいね。で金を借りて現物市場で売りますよと。 金を借りて現物市場で売って現物価格を獲得しますよとでそのあ、えー、売ったお金はすぐに銀行に預けますよと。と同時に来期返さなきゃいけない金を今日4月16日にもう買う約束しときましょう。で今日やるのそれだけです。で来期になったら 先物であこち先行こうかな、代金になったら貸していたお金を返してもらいましょう返してもらってそのうちの一部だけを倉庫に持ってきばいいんですねで金を受け取りますよとで受け取った金を返しますよということですね先物契約を履行して購入代金 F0 を払いますよとでゴールドを受け取ると ただ返してもらったお金の一部だけを払えばいいんですね。なぜなら不登校はこうだからね。そしてその獲得した先物契約のゴールドを貸してくれた人に返しましょう。これで金の貸し借りはチャラになりましたね。で最後残るお金がこれだけども。 それはここですよと。でそれは最初の条件からしてプラスでしたよねと。だから4月30日に確実にお金が儲かるんですよと。しかも今いくら儲かるか分かりますよね。でこれまた前回みたいにねこの買い立てた値段と買い立て量と頭とある意味手じまい的な取引の量手掛書けばこう書けますよとそうすると。 まあここの1のところに量を入れればいいんですね買い立てた量を。ということでこれで最低取引できましたよと。でその結果現物の売りが殺到するんですね。先物の,の買いが殺到するんですね。ってことは現物の売りが殺到するので値段は下がってきます。 先物のの買いが殺到するので先物の,の値段上がってきますでどこまでこれが変化するかっていうとイコールになるまで続くんですね。ということでできました。これが成立しなきゃ最低が起こるんで成立しますよというのがこの2つの関係です。ということで連動。 とということでこでの2つがイコールになるという話分かりましたね左辺と右辺がイコールになるとそうじゃないと得する取引はあるからと、まあ、ちなみにこれじゃあ前回やった話 Ft=St だけど、まあ、これは今お金借りて今お金返すんで 1+R で、まあ、これが0って考えればいいですよねもう利子がつかないよと今日借りて今日返すんでねって考えればまあこのケースもその一部になりますよねこの話の話 もう利子がだからまあイコールになるんですよっていうふうに考えることもできます。ということでこのことから何が言えるか,えるかというと時間が例えばですねこの絵で見ていきましょうこれ今日の価格で,で例えばね受け渡しまで利子が10%つくとしたら。 これ 1. 1倍なのねかける1.1と。というのも今の1と受け出し日の1.1が、まあ、10日だからですね10日の場合にはそのこれを現物価格にかけたら先物価格になるとじゃあ例えばもうちょい時間が経ったとしましょうかじゃあこの時の値段と先物価格どういう関係があるかっていうとやっぱり この時点この smallt の値段にこの間にかかる利率をかけるんですね。だけどもこの時には1と1.1もないですよねもう期間短いんで例えば1.01とか。だから1.01倍1%だけ先物価格が高いってことになりますよね。こんな感じで受け渡し日までの期間が長ければそれだけ利子が多くかかるのでこれが開いてるんですね2つの関係が。 ですが最後見たように、えー、受け渡し日になるともう利子つかないので許可率許可すすんで一致するよという感じでこの現物科学と先物科学っていうのは連動します連動してでただ日々日々受け渡し日までのにかかる利子が小さくなるに従ってその差が小さくなっていってこっちがこう上がったらこっちもこう上がれよとこっちがこう下がったらこっちも下がれよと。 でこう同じ連動を繰り返しながらやがて2つは一致して満期日には一致になるんですよと受け渡し日には一致するんですよというのがこの2つの関係になります。それを書いたのがこの話で時間が受け渡し日えー t に近づくってことはそれは t までの期間が短くなるってことですよね。でこの受け渡し日4月切りだったらもう4月30日これはもう。 変わんないんですよ明日になったら4月4月はないか5月1日になるとはないよね明日になったら今日契約している4月切りの受け出し日は4月30日だし4月17日になっても4月30日なんですね1日ずれたから受け出し日が1日ずれるとはないのねだからこれ1日分だけ期間が減ってますよねっていうことはその分かかる利子が減りますよね ということで満期4月30日に近づくにつれて t までの期間短くなっていきますよね。でそうなるにつれて受け出し日 t までにかかる利子これ小さい、えー、利子が小さくなってきますよね。それで対処可能になりますよね。ってことは先物科学と現物科学の関係は まあこうなるわけですけどもこれがどんどん小さくなるわけですよねだからこの「乖離り」ですね乖離りもどんどん小さくなっていくんですね最初1.1倍だったのが1.01倍になると直前になったらで当日になったら1倍になるということになりますのでどん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 この2つは近づいていくわけですね、えー、2つというのはこれとこれはねでそれを絵で書いたのがこれで この2つの科学ですね。例えば金の現物科学と金の先物科学っていうのは連動しながら近づいていくんですね。受けたし弁に近づくに従って。で最後完全に一致しますよということになります。ということはこの例えば金の値動きにかけたいギャンブルしたい人がいるとしましょう。そしたらそういう人は別に 金の値、ね、動き。現物が上がったら先物も上がるし、現物が下がったら先物も下がるので、別に現物価格で取引する必要ないですよね。現物市場で。で、現物でやるような投機を先物市場での投機で、大体できますよね。だから、例えば金が上がると思っている人は、別に金屋さん行って金買わなくていいんですよ。そんなんしたら危ないよね。金、何キロ持ってたら。 で上がっったたら売ろうと思ったらねそんなことしないでも先物仕様で約束だけしときましょう契約だけしとくとでやがて予想通り現物の金が上がったらもう先物価格も上がってるわけですから連動してるわけですからね先物仕様で手仕まいしましょうそうしたら金に触れることすらなく金の値上がりの利益は得られますよねということでこれ 現物売買、金の売買による損益。まあ、つまり、投機による損益と、ほぼ同じ額。まあ、ちょっとこう、ずれがありますけどね、こう、ぴったり一致してるわけじゃないんで。ですから、もう誤差みたいなもんですね。特に金利が少ないとき、小さいときは、今みたいな。今みたいな。それを、買い立てたり、売り立てたりして。えー、例えば、上がると思ったら買い立てないんですね。下がると思ったら、売り立てないんですね。で、予想通り、まあ、予想外れるかもしれませんが、 そうしたらその時に手仕まいするということによって現物の投機と同じこと同じ額を楽に獲得できますよね例えばこれ現物で売って空売りして現物で買い戻してもいいですよまた現物で買って現物で売ってもいいですよ 例えば、ね、値段が上がると思っている人は金を今現物で買って取っといて現物で最後上がったら売ってもいいですよ。ですからそれよりも楽ですよねこの買い立てておいて逆に売ることによって手締めいする方が。ということで、えー、この金の、ねえー、変動にかけた投機をする人っていうのはこの先物を使うわけですよねあ先物使えば十分とそういう知識,が知識さえあればね実際の金なんて買わなくていいんですね。 ということでまあそういう理由でこの金の先物、まあ、金だろうが小豆だろうがそういうのはこの陶器に使われるというわけですね。でそれが何で大事かというと特にですねまあ楽っていうのもありますしあの例えば先物で、えー、まあ原油の情勢に詳しい人がいたとしましょう。原油のね例えば、えー、アラビアのね政治事情に詳しい人がいたとしましょう。 でそんでじゃあアラビアの原油が上がると思ったとしても現物だったら買うことはできませんよね。原物で原油買ったら貯蔵施設いりますよねですが買いたてだったらそんなのいらないですよね。契約だけですから。で実際上がったら手仕舞いすればその人は原油の貯蔵,貯蔵施設なんて持ってなくても登記、えー、に参加できますよね。 でそ,れそんなことをしてその人は嬉しいだけと思うかもしれませんがそういうようにして誰でも参加できるってことはその情勢に詳しい人の情報が値段に反映されるんですよ先物科学にねで。もしも現物しかなかったらもしも原油のね情勢に詳しかったとしても参加できませんよね。ってことはその原油のね将来の情勢に関する詳しい知識っていうのはこの値段に反映されないんですよ現物科学に。 将来上がると思ってても上がると分かってんのに将来アラビア情勢が不安になるから上がるだろうと思っててもそれをその知識を発揮する場がないんですね。ってことは本来上がるべきものが低いままになってますよね。ですがその人は先物仕様に参加できるんだったらその人は先物市場で買えばいいよね。原油の貯蔵施設持ってなくても買えますのでそうすると先物価格上がりますよね。 でこの2つの間には最低の関係があるので連動するわけですよね。ってことはその人はもう,こう大量に買ったら現物価格もつられて上がるかもしれませんよね。ってことでもこの2つ、えー、実際の原油のね現物の値段にも反映されるし先物の値段にも反映されるしということで知識を持ってるけれどもその現物を取り扱う設備とかお金とかない人でもこの価格に 情報を反映させることができるんですねですから世の中に存在する全ての情報がまあ全ては言えないけれども、えー、ない場合と比べて先物がない場合と比べて反映されやすいということになりますよね。ということでその人は単にギャンブルしたいだけかもしれませんが社会的に大事なことなんですねそういう人が参加して売ったり買ったりできるというのは。というのはまあ先物が果たす役割になるわけですね。 ということで、えー、じゃあ、まあ、その話はいいとして、先物の理論値の計算の練習してみましょうか。で、年利1%としましょう。で、現物価格が今、4000円としましょう。で、空売りも可能と。まあ、他費用も売買手数るよと税金かかんない。まあ、これ今までと同じ設定ね。で、大事なのは1年先の先物の,の理論価格と。 受けし日はですねただ今日の値段なんだけど今日、えー、今日2021年4月16日の値段なんだけど来年の22年4月30日ちょっとこの,日この日が平日かどうか分かりませんがまあ約1年ですね。です。この間にえー1円と 1> 1. 円が交換可能なんですね年利1%ですからじゃあこんな時に1年後の4月30日が満期の、えー、受け足し日の先物価格今日の値段はいくらでしょうかという問題ですでこれをじゃやってみましょうかでやってみてください でヒントはもう,です、ね、もう先物価格っていうのは今の現物価格にその受け足し日までの利子をつけたものですよね。ということで1分ほど待ちますね。でヒントとしてはこれが R でこれが S0 と。 はいじゃあいきましょうかもう数字入れましょうで先物価格は4,000円が今の現物価格でそれに1.01ですねってことは4040円ですねこれが理論価格となりますでは次の話 まあこれは一応理論的な話なんだけども現実にはまあそんなぴったり一致しませんよという話を最後にしておきましょう。で、それはですね、現実の現物価格と先物価格の関係を見るとまあ確かに連動するんですね。商品先物の,の場合、例えばね、金とか銀とか。で、商品、特に商品の場合にはですね、あの保管に費用がかかったりなんなりで、さっきの過程を外れやすいですね。株式の先物とかよりもね。 でえー、現実の仕様でも確かに最低があるから現物と先物格が連動はしてるんですね。ですがまあこの2つの関係はこれこの式左辺と右辺にぴったり一致するかっていうとまあ在によってまあこういう関係が成立したりこういう関係が成立したりするよというのがえ現実です。ですからそれでもまあやっぱり連動はするんですね。ですから 現物物の代わりに先物ですするっていうのは可能ですよねでまた次回やるようにヘッジするっていうのも可能なんですね。現物物のの取引ををヘッジすするるために先物を利用とということも可能です。で,なんでかっていうとさっき述べたような過程全部は現実には満たされてないんですね一番満たされてないことが多いと。ただしそれがどの過程がどれほど満たされないかっていうのはまあ原資産ごとに異なるしまた国によって異なるでしょうね税金が違ったり手数料が違ったりしますんで。 というのはまあ一応補足で述べておきます。じゃあどんな過程が満たされないかっていうと、例えばですね、空売りできなければ、例えばね、こういう関係成り立っているときに、これ空売りしたいですよね。売って安く買い戻したいですよね。ですからこの空売りにすごい手間かかるんだったら、この状態がキープされやすいですよね。売りが。 入らないんだよね、現物ので例えばですねどんなきかっていうと貸してくれる相手が少なかったりあとはリースの値段が高かったりするとまあそのと時に空売りはしにくいでしょうねまた原資産を手元に持つこと自体に便益があるかもしれませんよねそうした場合にはなかなか原資産が高くても売りたくないよというふうになるかもしれませんね で例えばです、ねえー、っと手元に持っといて、まあ、現時点でね貸せばリース量もらえるから持っときたいよとかねあとはえー、例えば原材料とかだったら金とか銀とか急な生産が必要になることありえますよね市況が変化してねでそうした時に手元に金持ってればそれを原材料として転用することもできますよねですが先物を買う約束だけ持っててもその約束でもの作れませんよね また貴金属には、まあ、保有していること自体で安心とかね喜びがあるかもしれませんよね。で特にその貴金属だったらいざっていう時にそれを持てば、えー、食べ物に変えることもできると、まあ、そういうことがあるので、えーまあ、この便宜はないっていう過程は満たされないというケースもありますよね。逆に原子炭を手元に持つことのコストがあるケースもあります。 動産物だったらどんどん悪くなっちゃうし生きてる家畜の先物で、えー、実際じゃあ採提するために現物買っちゃおうとしてもその買って満期まで持ってる間に餌食わさないといけないですよね。ということでまあそういうような家庭が満たされないので、まあ、ぴったり一致しなくてもさっきの式ね左辺右辺がぴったり一致しなくても、まあ、ですからまあ連動はするだろうねというのがまあ現実でしょう。 ということで、じゃあ、前半の話をおしまいにして、後半の値洗いという話は行きましょう。で、最初にやった先物取引でのキャッシュフロー、お金の出入りの、まあ理想的なものは、売り立て時にも買い立て時にもお金がいりませんよと。例えば、時点ゼロでは契約だけですよと。で、満期になったり、あるいは手締まりした時にのみお金が発生する。 そういうんだったら一番いいですよね。今は約束だけで将来。なんかはそういう手締まりとかが発生した時にのみお金が出入りすると。まあ例えばね、まあこれギャンブラー考えてみれば、えー、競馬とかでも馬券買う時はお金いりませんよとで。結果分かった時にのみ差し引きの手じ、えー、なんだ、生産がありますよってやったら、まあギャンブラーでよこ喜ぶ人多いでしょうね。 また宝くじでもねえー、300円出して買う必要はないとまあ買った契約だけしておいて当たったらお金もらえてまあただね、えー、外れたらお金後で払えなきゃいけないけどもそういうのもまあギャンブラーとしては嬉しいでしょうね。でこうやって売り立て買い立てした時にはお金はいらないけれども手じまいしたりあとは満期の受け渡しの時に初めてお金の出入りが発生するっていうのはまあ一つの理想でしょうね。 ですからこれやったら何が起こるかと。実際ね、その時になって初めてお金が必要だと。やると、こんな人いるかもしれませんね損し。損してる側がと。お金払わずに逃げるかもしれないと。例えばね、宝くじを買う約束しておいて、で、実際に外れたら、外れたら、じゃああなた300円で100万円買ったから3万円払ってくださいねって言っても、払わいで逃げるかもしれないですよね。で、先物も同じで、えー、 やっぱりその時になってじゃああなた損したのでお金払ってくださいねって言っても、まあ、こんなねさっきの取引なしにしてねとかこんなこと言って逃げる人いるかもしれませんよね。でまあこれ悪意があるケースですけども、まあ、悪意がなかったとしても逃げようとしてなくても実際にその時になって手元にお金がなかったら損失,損失額払えませんよね。えー、内緒では触れないってやつですよね。もうあなた損したんで払ってくださいって言ってもいやもう。 ないんです本当にないんですと払うつもねあったんですけども急な出費で本当にないんですと、まあ、そういうのを信用リスクと言います取引相手が、えー、損した時とかにお金もらえなかったりねこっちが相手から受け取る権利を持ってるのにそれを相手が果たしてくれないとそういうのを、えー、クレジットリスクとかね信用リスクと言いますでこんなことがあったらもう誰も先物取引なんて参加できませんよね 損したら絶対取られるのに得してもくれないかもしれないとそんな嫌ですよねでこんなことを避けるために実際にはいいいという制度が導入されています。でこれどんな制度かっていうとまあ日々日々損した分は払ってねと得した分をあげるよっていうことをして日々日々チャラにするんですねそうすればまあ最悪取りっぱぐれても最後の1日分だけで済みますよねというのがこの値洗いというものです で例えばですね、ある日の取引時間中、えー取,引が時間えー、取引時間が終了した時点で、まだ手仕まいしないという人がいたとしましょう。で、売り立て中とかね、まあ。つまり4月30日に金を売る約束はしてんだけど、今日してんだけども、約束したままままだ反対売買しないで、その日を終えたと。あるいは買い立て中でもいいですよ。 で、まあ、例えばね、4月16日、今日の午前中に、買い立てて、午後に手仕まいしたら、まあ、それでおしまいなんだけども、買い立てたまま、その日の取引時間終わりましたと。そしたら、どうするかっていうと、その人、この買い立て中、売り立て中の人、その人について、次の額検査してみましょう。もしも、その日の終わり値で手仕まいした場合、まあ、最後の値段ですね。あの、日経新聞ね、生産、 生産地って書いてありましたっけねあの、最後の値段書いてありましたよね。で、その値段で手仕まいしたとしましょう。つまり、買っている人は、もうその日の最後の値段で、もう売りしておしまいと。売ったとしましょう。反対の時してチャラにしたと。また売ってる人は最後の値段で買ったことにしましょう。そうしたら、仮想的にその日いくら損失が出るかってで、えー、計算できますよね。例えば、 4, 円で買いましたよとでその日の終値が4100円だったらまだ売ってないんだけどもその日仮にその値段で売ったら100円得してますよね。でそれを得してる人はもらえるんですね。逆に同じ4100円でも4000円で売った人というのは。 最後買い戻さなきゃまああるいはね、まあ、受け出ししてもいいんだけどもまあ買い戻すとしましょうで仮にその日4,000円で売,り売っておいて最後4,100円で終わったとしたらそのような取引はねまだ売ったままであったとしても仮にその値段で買い戻すことにしましょうそしたら100円損してますよね4,000円で売って4,100円で買い戻してるんでだからじゃああなた100円払ってくださいねというのが値洗いです で次の日になったら値払い終わったとじゃあ売り手も買えてももうさっきの取引はちゃらねと昨日の今日昨日の終値で買い立て中だった人は売ったんだけども売り戻したことにしてもらって生産したんだけどじゃあまた4100円で買ったことにしてもらって仕切り直しと売った人もね損は払うんだけど4000円で売って4100円で買い戻したことにしてもらって損は払うんだけど、まあ、次の日はねじゃあ4100円で売ったことにしてスタートと。 まだからです、ね、えー、と買った人っていうのは4100円で売ってすぐ買い戻すみたいな感じでねえーえー、まあ逆,逆というか、えー、買った人は売って手仕舞いしてまたすぐにまた同じ値段で買うというような扱いですね売りも同じとそういうのが手払いですでまあちょっと抽象的なんで具体的になっていきましょうか例えばですねまあ売りも買いもしてない人がある日0日目 0日目の日中にグラム4300円で売り立てたとしましょうかでこのね、えー、受け渡し日に売るという約束ですねでその日の終わりにまあそのままね、えー、売ったまま手仕まいしないで4100円に下がっちゃいましたよと、まあ、この場合下がっちゃったというか嬉しいんだけどもそうしたらこの額得してますよねですからまあある意味含み 組益というかね、実際に実現してるわけじゃないんだけどもまあ得してることになりますよね。高くか、え高く売って安く買い戻してるんでね。ですから実際にはまだ買い戻してないよと。そうした場合にはじゃあ一旦まあここで一旦4100円で買い戻したことにしてあなたにじゃ二200円あげますよと。で売って買ったことにしてもらって200円もらうんだけど また売ることにしましょうか。まだ売ったままだからね。じゃあ今度4100円で売ったことにして、ここからスタート。だからあなたは4300円で売ったんだけど、まあ、次の日はね、4100円で売ったことにしてもらって、売り持ちの状態で、じゃあ次どうなるかというのを考えるんですね。だからこれはチャラで4100円で売ったことにして仕切り直しと。で、次の日、4400円になりましたと。4100円で売って4400円で、えー、買い戻した,したことにするんですね。これでまだ。 そのまま手締してなかったらねだから4100円で売ったことにしてもらって4400円なんでじゃあ300円払ってくださいねとグラムあたりでこれで先近、えー、300円払ってチャラでじゃあまたここからスタートでここからスタートして最後手仕まいしたら4500円で手仕まいしたらじゃあ最後の分これ払ってねと100円払ってねとグラムあたりでこれでおしまいということになります。 だから日々最後の値段でチャーラーにして資金になるのそこから次の日はスタートということを繰り返していくんですねで実際に手仕まいしてなくてもねで実際に手仕まいしたらそれでおしまいと前の日の値段のところからの差額でおしまいとでこれじゃあ具体的にやってみようかえー、とまずですねこの人は何やったかというと結局取引したのは4300円で売り立てて 最後、二日前の日中に4500円手締まりした。これが実際やった取引ですね。ですから、この途中の段階で値洗いという作業が入りますよってことですね。で、まずですね、4300円で売りましたと。で、手締まりしてないんだけど、その日の最後、4100円だったので、4100円だったので、その値段で買い戻したことにしてもらって、 これグラムあたりで、この人1キロ取引してるんで、えー、じゃあかけて、200円かける1キロで20万円上げましょうと。で、お金が入っていくんですね。まだ手じましてないのに。で、次の日。この仕切り直しの値段で、また売ったことにしてもらって、売りか、売り立てた状態からスタートと。で、次の日、4400円になりました。あなた損してますね、と。 まだ手仕まいしてないんだけどじゃあ4,400円で買い戻したことにして300円損しましたよねと。でそれがグラムあたりなんで1キロかけてで30万円払ってくださいねということで30万円払うんですね。ただまあ残高ね自分の口座の残高20増えて30減ったんでまあマイナス10ですよね最初から比べたら。で次の日また仕切り直して4,400でスタートしたことにしてもらって。 最後4,500円で手舞いしましたと買い戻しました実際に買い戻しましたよとでそうしたら100損して1,000倍してキロに直して10取られておしまいと。ということで20増えて30減って10減ったから20減りましたよね最初と比べたら、まあ、最初プラマイゼロとするとこう20にな20万になって30万ですよねただマイナス10になってますよね から二十で。マイナス三十で、だからマイナス十ですよね。さらにマイナス十で。マイナス二十ですね。これが、最後。差し引きで、スタート時点、ゼロ時のスタート時点から比べた口座の残高の変化ですね。で、これが値洗いの手続きです。で、なんでこんな、まどろっこしいことするんだと思うかもしれませんが。 しかもこんなんで損してるかもしれないですよねこんな手続きのせいでですがこれ実際にこれしかしなかったとしましょうか4300円で売って高く買い戻しておしまいと実際の仮想的なねあの手仕まいはなしにしてそしたらこの人いくら損してますかね4300で売って手仕まい4500で買い戻したんで 200損してますよ、ね、でそれかける1キロ分なんで20万損してますよね。一方じゃ値洗いがある場合どうかというと最初20もらって30失って10失ったんでマイナス20ですよね。でこれ同じになってますよね。ってことでこれどっちでもいいんですよ。あの日々やってもね。でなんでこれ一致するかっていうと。 最初の初日は4,300から4,100で手仕まいしたことにしてもらってこの額をもらいましたよね。で次に日仕切り直しでこっからスタートでこの日で値段で手仕まいしたことにしてもらうとこの額を受け取ります。で最後こっから仕切り直してここからスタートしてこれで手仕まいしたことにしてもらいますよと。でこの合計がもらえる額なんだけどつまりこの6個の数字の合計ですよね。 ですが、これ足すと、これゼロですよね。これゼロですよね。ということで、これで引く、これですよね。って、これまさにこれですよね。ってことで、これ同じなんですね。日々、値上がりしてもしなくても。ということで、まあ、えっと、日々、お金の出入りが実際にはあるんですよ、と。 いう話ですね、そんでそれは値洗いという作業でやってただ実際に発生するトータルのキャッシュローというのは値洗いがない場合と同じになるんですよという現実とあとは理想というか、まあ、そういう最初と最後だけのケースの違いをやりました。じじゃあ練習で値動ききはさっっとと同ななんだだけどども売りり買いが逆だった場合どうなりますかというのを考えてみましょうか。 つまり何やりたいかっていうとさっきはここで売り立てて最後買い戻しておしまいだった例でしたよね。今度は逆に買ってスタートして売って手じまいと。で値動きは同じねこう下がって上がって上がったと。そうした場合の値洗いで受け取れるお金どうなりますかというのをやってみましょうか。それが練習問題2です。でつまり。 4,300円グラムあたりで金1キロを買って4,500円で最後売りましたよと。値動きは同じで、ただ買い取りがさっきと逆になりましたと。で、値、値洗いで口座のお金はどうなりますかというのをやってみましょうか。で、それはですね、この空欄のところに数字を入れて答えてください。じゃということで、じゃ2分、えー、分ほど、1分半ほど待ちましょうか。やってみてください。 で最初まあヒント色ついちゃってるんだけども買い立てたんでここ4300ですよね。で最後は4500で売って手仕まいなんで4500ですよね。じゃあちょっと残りのところやってみましょうかやってみてください。はいじゃあそれではいきましょうか。でえこの人は最初に。 4, 円で買いました買って買い立てたままなんだけどその日の最後は4100円でした高く買って安く売ることになっているので200円損しますよねそれが最初のところですね4100円ということで1キロで考えるとマイナス20万円ですね はいで次仕切り直しまた4100円からスタートしましょうまたというか前日の最後の値段でスタートしましょうでそれで買ったことにしてもらって次に4400円上がりましたと4100円で買って4400円で売ったことにしてもらうのでこれ300円得してますよねだから4400円で引くと30万円ですね そしてまた4400円で買ったことにしてもらって最後に4500円で手じまいということで100円得してますよねでトータルで、えー、プラスプラスと足すと20万円ですねでじゃあこれ仮に値洗いない場合 どうなりますかねと、四千三百円で買って四千五百円で手仕舞いですんで、四千三百円で買って四千五百円で手仕舞いと、ではままさにこれ H かける F ゼロ引く FTS ですよね。でこれどうなるかというと二十万円ですね。でこれこれちゃんと一致してますよね。に払いしてトータルと。 ちなみにじゃこのお金どっから出てくるんだと20万円。まあこっちらもいいですけど。まあそれはまさにこの、こいつですね。損した逆の取引をした相手からお金が自分の口座に入ってくるんですね。というのがまあここのお話でした。ということでまあこれが値洗いなんだけども、実際にじゃこの値洗いってどうやってやるかと。どっからお金が取られるのかと。損した場合ね。 っていうと、証拠金というのはですね、この先物取引する人は預けなきゃダメです。で、なんでそれを預けなきゃいけないかっていうと、まあ、例えばですね、今みたいに毎日値洗いした場合であっても、結局、最大で1日分の損は払われないかもしれないですよね。値洗いした分はちゃんと取りっぱぐれないんだけど、最後の最後の日は、ごめんなさい、足りませんでしたとなるかもしれないわけですよね。で、例えばですね、 最初手元に7万円しかなかったら1日目の値洗いで20万円増えますよねでこれが27万円になりますよねで次の日に30万円払えてなりますよねでマイナス30とでこれ足りないですよね手元に最初7万円しかなかったら、まあ、それの話ですねこの3万円足りなくなっちゃうよという <Yeah. S 1> 話です で、そんな事態を回避するために事前にこの斜めに足りないんですね。もっといっぱい預けとけよと。いうのが証拠金というものです。で、だから、現物に言うとその金の売買をお金なしでできますよって言いましたが、現物にはですね、これ証拠金はいるんですよね。先物市場使う場合であっても。ただ、現物取引で必要となる額よりはずっと小さくなります。で、じゃあ証拠金を使った値洗いを考えてみると。 えまずですね用語の中として維持証拠金というのがありますでこれはですね最低限保持しておく必要のある証拠金の額で例えばですねこれ現実には金の先物 1kg の先物取引をする場合今は維持証拠金が18万6円ですですから実際に金 1kg を取引しようとしたら今600万円しましたよね。 その現金なければ金一 k 買えませんが先物取引だったらそれよりもはるかに小さい18万円で約18万円18.6万円で済むんですよねですがまあ一応全くいらないってわけじゃないですよとでこの18万円6六千円以上を口座に預けておくんですねで値洗いで支払うことになった場合にはその額が証拠金から差し引かれるよと だから損して、値洗いであなた損しましたって言ったら、ここからお金取られていくんですね。ですからまあ、最低限預けとかなきゃいけないので、まあ、実際にはこれよりもっと持ってるでしょうね。で、例えば30万円持っていて、で、こう、損したら減っていくわけですね。で、まだ、例えば10万円引かれてもまだ大丈夫よね。では、もう5万円引かれたら、もうこれ下回っちゃいますよね。ただ、そうなったら、 あななたの残高15万になっちゃいましたよと。急いで差額の3万6,000円を入金してくださいねと加減を下回っちゃってますよというのが電話がかかっているんですね、まあ、マージンコールといって、まあ、お衣装というのがそれがこれから出る話ですがでこうやって最初にあるお金を預けておいて最低限の額が決まっていてで受け取ることになった場合これがこう上がっていくと入金されるんですねで損することになった場合ここからお金引かれていくと で、じゃあ、ぐらいでやっていきましょうか。例えばですえ、ね、さっきと同じように、4300円で1キロ売り立てましたよと。で最初、最低限15万預けとけなきゃいけませんと。ですが、もうちょっと多めに30万預けとけましたよと。こんな例を考えていきましょうか。で、金はさっきと同じように変動するとしましょう。で、最初に4300円から、 4100円になって20万円損しましたよねあごめんなさい得しましたよねそれはこのスライド24ですねこれ20万円もらえますよねどこに足されるかっていうと最初に30万円預けてあるんでそれに足されるんですねではい20万円もらいましたとで50万円残高になりましたよとこれがあなたの残高ですねで2日目30万円払ってくださいってなりましたよね それはこの残高から30万円引かれて20万円になりますよとこれがあなたの残高ですねでそして最後手じまいの時に10万円損しましたんで10万円取られて残り10万円になっておしまいあなたの口座という話ですねこれ結局ですね最初20万損したって言ったんだけどこれ最初の残高ですよね で、20損したんだけど、ほら、最後の損だこれ、マイナス20になってますよね。マイナス20と、20万と、いうことになります。で、これが、えー、証拠金の推移なんだけども、で、これなんか維持証拠金下回ってるじゃないかと思うかもしれませんが、まあこれはね、最後の値洗い前なんでね、政府なんですね。で、もしも、これ2日目でこれで手じまいしないで、そのまま終わっちゃったとしましょうか。2日目に手じまいしないで、 終わり値が日中と同じ4,500円だった場合とどうなるかというと最後の値洗いでこれねまあこれ手仕まいした場合だけども手仕まいしなくても10万円損になりますよねでこれ下回っちゃいますよね15万円ということでえ値洗いで最後10万円取られるんで最後の2日目の値洗いは 前回の残高から10万円引かれて10万円になっちゃいますよと。で、これ維持証拠金15万円なんで、これ以下になっちゃいますよね。これ未満になっちゃうと。まあこんな感じで、値上がりで増減するんだけども、維持証拠金を下回っちゃうと、まあ一応元気あるんだけど、10万あるんだけど、ちゃんと15万円維持してくださいね、ということで電話がかかっていくんですね。で、こうやって、維持証拠金よりも、 実際の残高が減っちゃうとこの不統合が以上になるまで追加証拠金というものを入金する必要が出てきます。でさっきの場合には15万円加減維持しなきゃいけないのに10万円しか残ってないんで5万円足りませんよね。だから5万円入金してくださいねと電話がかかってるんですね。 で、もしもこれ払えない場合には、もう強制的にその時の値段で強制的に手じまいするというのが現実の制度になっています。それ以上ね、損して払えなくなるということを避けるためにね。じゃあ練習問題で、まあこれちょっと答えが書いてあるんだけども、こんなで考えてみましょう。4000円かける1キロの金の先物買いをしましたよと。 そして、最初、40万円、口座に残してありましたと。これは自分が、え、維持証拠金30万円で、意図的に10万円多めに積んでいくのね。これはまあ自分が決めるんですね。なら、10万円まで損できるよと。損しても入金しなくていいよと。じゃあ、先物価格がいくらよりも安くなると、追加証拠金が必要になるでしょうかというのを考えてみますね。つまりですね、どうなったら、 これマイナス10万円で加減したまっちゃいますかという話を求めるんですねでこの人は4,000円で買い立てましたとで買い立てたんで値段が上がれば上がるほど儲かりますよね証拠金のお金どんどん加算されていくと一方値段が4,000円よりも下がっていくと高く買って安く買い戻すことになるんで減ってきますよねこう減ってきますよね ということで、先物買いした人は、値段が下がっていくと損すると。じゃあ、いくらよりも損すると、30万円以下になっちゃいますか、残金が、というのを求めるんですね。じゃあ、まず、余裕がどれだけあるかと。10万円まで損できますよね。ということで、金1キロの損失が、もともと持ってた、多めに積んである額から、 最低限の額を引いて10万円までだったら損できますよと。でこれよりも多く損すると追加証拠金が必要になってきますよと。でこれ1キロあたりなんでグラムあたりに直しましょう。そうするとこの10万円まで損できるんだけどグラムあたりに直すとグラムあたり100円まで損できるんですね。 で100円までグラム当たり損できるんだけど金 1g 当たりの損失額は4,000円で買い立てたんでそれよりも1円安くなると1円損するんですよね。これはだから買い持ちの場合ね値段が下がれば下がるほどグラム当たりの値段が1円下がれば1円損すると。でこれ買い持ちの場合に、ね、売り持ちの場合には1円上がれば上がるほど損するんですね1円損すると。 ってことはグラムあたりどうなったら100円損しちゃうかと100円よりも大きく損しちゃうかっていうとこれよりも100円よりも多く下がっちゃうと損するわけですから足りなくなっちゃうわけですから3900円よりも安くなるとダメなんですね。というのがこれ答えです。 ですから、1円損すると、グラムあたり1円、あ、ごめんなさい。1円安くなると、グラムあたり1円損する。ってことは、1円、これが安くなると、トータルで1000円損するんですよね。1キロは持ってるんで。でどうなったら10万円までいくかというと、100円よりも下がっちゃうと10万円いっちゃいますよ、というようなお話です。じゃあ、これ最後、練習問題やっていきましょう。今度、売りで行きましょうか。 4,000円の、えー、1kg の金の先物売りをしましたよと。で、維持証拠金30万円持ってなさいと言われてるよと。でも10万円余裕がありますよと。先物価格がいくらよりも高くなると追加証拠金が必要になるでしょうかという問題をやっていきましょう。ですがちょっとね先にまとめいきましょうか。まとめいってから最後問題やりましょう。で、まとめとしては今日のまとめいきましょう。 先物価格と現物価格っていうのは連動して動きますよという話でありましたよね。というのも、えー、現物価格に受け出しまでの利子分をかけたら先物価格になるんで、こっちが上がればこっちも上がるのね。こっちが下がればこっちが下がるということで連動するよと。ってことは、先物市場を使えば、 現物仕様の化学変動の損得をより少ない元手で,で実現できますよね。で理想的には元手ゼロだけども実際には何らかの,あの証拠金を預けとかなきゃいけなくて値上ががあって日々変動していくるんだけどもですがやっぱり現物の金を1キロ買うと600万円いるのが今だと十数万円に済むわけですよね。だからずっと少ない元手で,で実現できますよね。そして現実の先物仕様では。 損した相手が払えませんってなることを避けるために、日々日々損を取ったり、得を上げたりして、値洗いというのをしていきます。で、その値洗いの元となる口座のお金のことを証拠金と言いまして、で、それの加減があって、それよりも損すると追加でお金払ってくださいねという、お衣装の制度というのがあります。こうやって実際にお金は必要なんだけども、先物取引に必要な元でっていうのは、現物よりもずっと少なく済むよと。 特に原資産なんて全くいらないですよね。資金も少しで済むというのが今日のお話でした。では最後の問題だけれども、えー、もうあらかじめ空欄作ってあるんでここに入れる感じで解いてみましょうか。問題の設定としては4,000円で先物買いをしたあ先物売りをしたんですね。売りをしたので値段が下がれば下がるほど安く買い戻せんで得逆に上がると高く買い戻すんで損ですよね。 でこの人は10万円の余裕があるんですねどうなったら10万円損できるかということですね、えー、とまずですねこの人は当初の証拠金が40万円あるわけですね40万円あるとですが最低限30万円は持ってなきゃいけないんですね ってことは余裕が10万円分だけありますよと。ということで1キロ全体で10万円まで損できるんですね。じゃあこれをトータル10万円損できるんだけど1キロ金持ってるんでグラムあたりに直すと。 線で割って。百円まで。損できるんですね。で、この人は売り建てたんで、買い戻すときに値段が上がっているところもあるんですよね。で、この人は？4000円で買い建てたんで100円以上上がるとここですね。損すると。で、売りなんで上がると損するんですね。ということで答えは4100円ですね。 でこれよりも値段が上がると、えー、おいしおが発生するよというのがこの答えです。ということで今日は時間になったので以上です。